お、スミレのチャンピオン、どうもインゲンです。まず1戦目は、ホゲータの最終進化系、そして大体今作の序盤から中盤で手に入るポケモンとその最終進化系のネタバレがあります。はい、ということで対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。おー、新ポケモン統一だ。あ、けど、いいですね。割と物語の序盤で出会えるポケモンの新ポケモンという感じがしますね。うわー、いいパーティーだ。さて、今回はどのポケモン出そうかな。今回は、ヘイラッシャとドウォーの受けの2体を使いたい。あと1体誰にしようか。先発鉄の輪立ちとか。新ポケモン3体になった。くしくも。これでいこうかな。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、お、ブレイズ。なるほど。これあれなんだ。ニックネームが見えるんだね、相手の。ということで、先発ナミイルカか。ナミイルカじゃない。なんだっけ。イルカマンか。さて、イルカマンということなんですが、これ、クイックターンという技を覚えてまして、クイックターンで手持ちに帰っていって、手持ちに帰ると特性マイティチェンジだったかなにより、姿がマイティフォルムに変わるという特殊なポケモンです。このフォルムではそんなに強いポケモンではないので、一度手持ちに戻るというのが、相手の強化条件になるわけなんですが、そうだな、ここでもうクイックターンされるんなら、ドウォーの、あれ?やば。どう毒の棘のままだ。あれ貯水にしてきたつもりだったんだけど。あ、じゃあ、クォークチャージで、クォークなんだっけで、上取ってるから上から自信やってみる。あ、でも結構強い。クイックターンされるけど、まあ大丈夫でしょ。OKOKOK。いや、これ素早さ出た瞬間に一段階上昇ってとんでもないポケモンじゃないか。全然攻撃に補正かけてたら、あれですから、ね、出た瞬間に攻撃一段階上昇っていう。なんか雑誌やんじみたこともできるポケモンですが。あ、そして出てきたのが、巨ジオーンですね。めちゃくちゃ硬い岩ポケモンというイメージがあるんですが、実のところ何してくんだ。でも今回相手のポケモン削るだけ削って後ろで詰めに行きたいので、割と鉄の輪立ちはここで詰めていいと思うんだけどな。巨ジオーンやるとしたら地震か?じゃあテラスタルして鋼消すか。鋼消しちゃって相手の地震を等倍にして、かつこっちの地震の火力を上げてみよう。よし、ここでテラスタル地震だ。ということで、まあ、今回裏がね2体とも受けポケモンなので、どちらかというと攻めにテラスタルって使った方が強いと思っているので、今回早めに切っちゃいました。いかがでしょう。どうだろうね、実際のところ。このプレイするなら確かに1ターン目でテラスタルでもよかったやんという話でもあるが、まあまあ相手の裏を見た上でなので、これはこれで。お、そして倒せてますね。これイルカマンが後ろから出てきても、これあれなんですよね、クォークチャージで S が1段階上がってるので、こっちが上から多分一撃で吹っ飛ばせちゃう。今テラスタルしてますから。ブレイズ、そうこのマイティチェンジでかっこよくなって帰ってきました。ムキムキじゃんなんとこの状態だと種族値は650族、特に A の種族値が160ということで、とんでもないパワーを持っているポケモンですが、あ、ここで、なるほど、これはもしかしたら水テラスタルからアクアジェットとかなのか、さらに火力を上げてという感じなんでしょうかね。なるほど、これは上から攻撃できたらよかったんですけど、あ、アクアジェットじゃなくて、そう、ジェットパンチっていう新しい技があるんだったな。アクアジェットより火力が高く、かつ先制技強い鉄の輪立ちも結構 B あるんですけどね、物理耐久しっかりしたポケモンなんですけど、あ、やられる時丸々んだ、かわいい。まあ、ただ今回はヘイラッシャが強いかな。そう、ヘイラッシャ、今回僕が、ね、かなり注目してるポケモンなんですけど、特性が天然ということで、僕が前作大好きだったナモコブシとか、まあ、前作ね非常に人気だったヌオーと同じ特性です。で、H の種族値が150だったかな、めちゃくちゃに高いんですよね。やりすぎってぐらい H の種族値が高くて、 B も100超えてるということで、 HB 方面、物理方面の耐久がとてつもないポケモンです。本当にそんな耐久あっていいのっていうぐらいあるので、それを生かしてね、相手の物理アタッカーに対してしっかり受けに出るというポケモンです。ははは、硬すぎでしょ、いくらなんでも。マジか。そしてまあ眠寝越しながら地割れを当てに行こうというねポケモンです。あ、当たってる一発だったいや、まあでもこの硬さならもうね、地割れ PP がなくなるまで打ってるし、 PP がなくなっても眠寝後で打ち続けられるしということで、まあイルカマンに負けることはなかったでしょう。いいぞいいぞ、これはいいですね。表で削って裏で倒すというのが効いてます。なんなら食べ残しもあるしな、もうイルカマンに倒されること一生なかったんじゃないかはい、そしてラスト誰だ、元トカゲか。
モトトカゲは一応 A ですね。あの攻撃種族値の方が高いポケモンで、素早さの種族値122だったかなと、かなり早いんですが、専用技尻尾切りで結構早めに出して裏のポケモンに安全に交換するっていう動きが強いポケモンですが、どうなんだ、モトトカゲあんまやることないんじゃないか、ヘイラッシャーに。ドラゴンダイブ、まあ、物理型ですね。じゃあもう地割れ打てるだけ打ち続けましょうか。もう多分何されても倒れることないですHB ヘイラッシャーは本当に硬いので、いや、あの生拳、物理方面多分生拳より硬くて、多分というか確実に硬くて、でかつ天然で、で地割れを覚えるんですよね。で普通にあの攻撃種族値も高いということで、なんかエクストリーム生拳みたいな今作僕めちゃくちゃ使い続けたいなと思ってるポケモンなんですけど、あ、地割れ当たってる、しかも偉いということで、ヘイラッシャー強すぎ、ありがとうございました。これは強いなむちゃくちゃやってた、いやー素晴らしい。これこれどうなんだろう、後々のメジャーポケモンになるんだろうか。なんかもね、まだメジャーもマイナーもわかんないから、とりあえず僕が気になるポケモン使ってるんだけど、いやメジャーにまあでもならない理由がないぐらい今のところ強いなーっていう風に思ってます。あんまり実況動画とかではね、あの見ないですけどね。はい、2戦目は新しい600族のポケモンが登場します。こちら見ても大丈夫だよという方はどうぞ。はい、ということで対戦相手見つかりました、よろしくお願いします。おお、相手の上から2番目にいるポケモンは新しい600族のセグレイブですね。種族値145ということで、オノノクスに似た種族値をしていますが、特性により炎タイプの技、あるいは鬼火が無効、かつそれを受けると攻撃が1段階上昇ということで、とてつもないポケモンなんですけど、まあ、今回ねヘイラッシャーでどうとでもなりそうですね。ヘイラッシャー強い、まあ、ただ問題はあれか、キノガッサか。キノガッサが結構こっちにとっては鬼門かもな。キノガッサに強いのはこちらチャーレムなので、なんとしてでもチャーレムでうまく通したい。キノガッサは全然先発もあるポケモンなので、チャーレム先発いっちゃうか。ヘイラッシャーは逆に後出し効くポケモンなので後にしておこう。正直この2体を通せたらあとは誤差という感じがしますが、まあ相手に広く上から攻撃できる鉄の輪立ちは強めかな。ということで結構ヘイラッシャーがどれぐらい受けられるかにかかってるかな。相手のパルシェンとかに対してもね、パルシェン受けができるのはヘイラッシャーだけかも。今作のこのね、トレーナーカードのシャキンっていうやつかっこいいな。前作のも好きだったけど、今作もかなりエフェクトがいい。あ、ということでキノガッサ、これは有利対面です。キノガッサに強いというのがね、チャーレムの火出てるとこですからね。助けキノガッサだろうが、猫魂から入れば問題なし。ということで、まあ猫魂から入りたいんですけど、もちろんそれを読まれてソーブレイズとかに引かれる可能性もあるっちゃあるのか。ただお相手全体的にあれですね、思念の頭突き、エスパータイプの技に対して10倍以上全員取ってるので、多分あんま後出しできないんじゃないかな。もうキノコの星打つしかないやって言ってると思う。ということで猫魂。はい。これでキノガッサの上から猫魂をしつつ、有利対面継続と。強いぞこれはめちゃくちゃ強い。で、ということで全然下回ってないわ。思念の頭突き、まあ相手に全員等倍以上で入るということで、ここは思念でいいでしょう。キノカッサ抜きまで S 振ってるので大丈夫。今回は最速じゃなくて、キノカッサをちょうど1抜けるところまで S 振って、残りは1という風に回してます。まあチャーレム最速にしても良かったんですけど、最速で抜ける範囲そんなに変わらなそうだったので、まあまあこんな感じでいいかなっていう気持ちです。さてケンタロスか、まあ速いポケモンなのでチャーレムは上取られちゃってるんですけど、ヘイラッシャー後出しでもいいかな。これチャーレムを残す理由、まあでも猫魂とか後できると美味しいし、ここは多分ヘイラッシャー後出し間に合ってると思うので、ヘイラッシャーでいきます。はい、ということで HB ヘイラッシャー後出し、まあ多分まあケンタロスにされてダメなことはないと思うけど、と言ってる間に、なんだテラスタル、何テラスタルだろう、水とか、あー水ですね、はいはいはい。このテラスタルはじゃあ水牛の方だ、格闘水の2タイプを持っているパルデアの姿のケンタロスです。お、ビルドアップ、はい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 。これね、チャーレムが物理アタッカーなので、エスパー弱点だった格闘を消して、でビルドアップを積んで、そこから返していこうという流れだったと思うんですが、ヘイラッシャーは特性天然ということで効きません。地割れ強いなヘイラッシャー。あ、ただ草分け持ってるんだ全然あ、でもいい技構成だな。草分けは素早さが上がる技なんですけど、草分けを打つことで素早さも、物理攻撃も上がるということで、かなり全抜きアタッカー的な動きができる。ケンタロスがこういう動きしてるの新鮮でしょうがないな。しかも水タンタイプってな何のポケモンっていう風になってるということで、まあもう地割れ連打かなという感じですが、あ、そしてこれ今ジムリーダー戦の音楽を流してるんですけど、このジムリーダー戦の音楽ってあれなんですね、あのテラストルを切るとこの音楽が流れるんですね。この後ろの歓声が
聞こえてくると思うんですが、この歓声はテラスタル状態の時に流れる、パートということで、ちゃんとゲームの進行状況に合わせて流れてくれるんだ。これ最高めちゃくちゃいい。これダイビングしてもいいっちゃいいんですけど、まあただダイビング半減ですし、これヘイラー社特性天然なので相手の防御ダウン無視しちゃうんですよねそこがもったいないところ。なのでインファイトで下がった防御が特に意味はなしていないので、まあもう一回耐えるでしょうということで、ここは地割れを試行回数稼いでいきましょう。防御下がりまくった相手に地割れ連打というのもちょっともったいないですが、ああ当たってないちょっともったいない。まあでも今回なんでダイビングという技なんだっていう話なんですが、ここね、あくびとかも覚えて、ヘイラッシャー非常に優秀なポケモンなので、あくびとかでもまあ言っちゃいいんですけど、ダイビングにした理由は寝言で出た時に、一旦枯らしてくれるという、良さがありますね。ので、その寝言で寝るターンが2ターン必ずできてしまうんですけど、ごめんなさい、眠るですね。眠った後に2ターン眠るターンがあるんですけど、そのターンをダイビングがその寝言から抽選で出た場合は一旦消費することができる。眠りターンを一旦やり過ごすことができるので無敵で、より安全にね、相手と打ち合うことができるというのがいいところです。ということで、これもケンタロスに突破されることはほぼほぼないんじゃないか。アコウさんが選ばれました。ありがとうございました。もう二度と突破されないヘイラッシャー出来上がってましたね。強い強い。まあまあこれでね、一応寝言の PP が続く限り地割れのね回数も増やせますから、8回だけじゃなく寝言で地割れが抽選で出た時も打てるよといういいヘイラッシャーでした。はい、ということで3戦目はクワッスの最終進化系とニャオハの最終進化系が出てきます。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。おー、相手のパーティーに御三家、クワスの最終進化とニャオハの最終進化がいますね。ウェーニバルと、あとなんだっけ、マスカーニャだ。そうそう、ウェーニバル、マスカーニャ。しかも一番下にはブロロロームもいまして、新ポケモン3体という並び。こちらと同じ数ですかね。そしてオーロンゲとかいう非常にもともと強いポケモンもいて、バランスが良いなぁと。いう感じがしますね。こっちもどのポケモンで崩そうかなとちょっと考えちゃうお相手の並びですが、そうだなぁ、今回3体とも受けに回っちゃうみたいな、そういう極端なことした方がいいかも。壁を張られると真正面から打ち合いそうにないので、今回3体とも受けでめちゃくちゃめちゃくちゃ泥試合に持ち込もうかな。そっちの方がいい気がする。真正面から打ち合えないですね。ということで今回はこんな3体でいこう。よろしくお願いします。そう、この BGM スター団のね BGM なんですけど、かっこいいんだよな。おいで、先発マスカーニャ、まあ、一番こっちが崩される可能性があるポケモンですね。変幻自在なんですよね、夢特性が。こうどう崩されるかちょっとまあ予想がつかないポケモンではあるんですけど、おそらく物理アタッカーであることに間違いはないので、さあ奇跡のこっち行きましょうか。ある意味奇跡のこっちも新ポケモンですね。ノコッチがそもそも進化先を得たというのが衝撃的な話なんですけど、ノコッチに奇跡を持たせられるようになって、なんかこうポリゴン2を彷彿とさせる凄まじい物理耐久をしているはずなんですよね。僕が計算した感じなんかすごいなって思ったんですけど、変幻自在で草タイプになってトリックフラワー、草単タイプですね今は。はい、まあ、これは確定で吸収に当たる技なんですけど、命の玉トリックフラワーをこの耐久ですよ、すごいな。いやだ、羽休め連打になっちゃうと PP 今作からね、全ての火力技から PP8 なのでちょっと打ち合いには弱いですが、まあでも大丈夫そう。あ、ビビリデスバイ下がってる今回追加効果を持ってる技覚えてないんでね、ビビリでいいかなっていうことでビビリだったんですけど、いやーいいんじゃないビビリで素早さがってる。上からこうあれヘビニラミとかそういう動きができるかもしれないですね。でオーロンゲ、なるほど。さて羽休めができまして、ただこれは挑発される未来がちょっと見えるっちゃ見える。ただオーロンゲ挑発されたらされたで、後ろにヘイラッシャーとかに下がって地割れみたいな動きにゆっくり変えていっても十分間に合いそうなので、マスカーニャに後出し間に合うことがもう分かってますからね。まあ、一回ここトグロを巻くとか押しちゃっていいかな。電磁波、あ、オッケーオッケーオッケー。電磁波ってことはあれですね、挑発がない方だ。電磁波両壁ソウルクラッシュとかなのかな。あれが痺れて動けないまあそれはしゃあない、トグロ巻いていきましょう。光の壁、おお、物理じゃなくて光の壁から張っていくか。なるほど、体がしびて動けない。今日も今日とてポケモンやってる。まあでも全然ノコッチがそう簡単に倒れるわけではない状況なので割と気楽です。体がしびて動けない、3回目今日もポケモン。いやしかしそのトグロ幕を何回積もうがマスカーニャの、トリックフラワーは確定急所技なので、こちらの能力アップを無視してくるんですよね。ということで、あんまりトグロー幕を連打していってもマスカーニャに対して強く出られるわけではないというのがちょっと不安要素です。マスカーニャはノコッチで倒したいので、そうだな、
俺はなるべくトグロマックを積んで、どちらかというと重要なのは攻撃方面ですね。しっかり攻撃方面積んで、マスカーニャを早めに倒せるという状況を作りたい。あ、ここで出てきたのがブロロロームか。ブロロロームって何するポケモンなんだろう。正直わかんない。体がしびれて動けない。ちょっと向かい風ですが、どうだ。まあ、一回トグロマック積んだだけなので、別に今から後ろに下がっても全然、展開としては間に合いそうな展開ですけどね。ドウが一番下がる上では強いかな。あ、そういや、貯水に変え忘れてる。ブロロロームって確か、でも攻撃方面が高いポケモンだったと思うんだよな。ギアチェンジとかなのかな、技は。別にトグロを巻くで間に合ってると思うんだけど、一回トグロ巻いちゃう？ギアチェンジ。あ、オッケーオッケーオッケー。物理アタッカーだ。だとしたら、相手全員物理アタッカーなので、奇跡のこっち一体で、どうとでもなるんじゃないの？と思ってるんですが、トグロ巻くちゃんと動く。はい。これで2積み。これ、防御2段階上がったのこっちって誰で倒すんだという感じですが、お相手のパーティーもこう壁からちゃんとギアチェンジという流れが組まれてて、まあ、パーティーとしてはすごくコンセプトが分かりやすくていいですね。あのオーロンゲーに対して出てきやすいフェアリータイプとか鋼タイプをちょうどブロロロームであの起点にできるということで、パーティーとしての流れもあの美しいなというふうに思います。よくできてる。どうだろう、ここ一回どっかでヘビニアミ挟んだ方がいいのかな。まあ、ただ素早さはもう一生抜けないことになってるので、トグロマクの方がいいかな。ここでトグロマック、ちょっとこっちが危惧してたのはマスカーニャのトリックフラワーで急所を突かれることだったんですけど、ギアチェンジでお互い積み合う展開に持ってきてくれたので、まああれですよね、多分こちらから有効打がないという前提で、まあ、壁もあるし、ここから全抜き体制に行こうという、まあ、算段だと思うんですけど、全然これノコッチが仮に事故で倒れてしまってもヘイラッシャーで止めることができるので、特性天然なんでね、もうそれが非常に強いということで、防御4段階、攻撃4段階上がってます。もうこの時点でかなり強い。あ、なんか真昼見展開に持ってかれてる。体がしびれて動けない。あ、とはいえめちゃくちゃに硬いですね。相手の光の壁がなくなった。はい、ここマスカーニャバックだとちょっと羽休めが間に合わないかもしれなくて、危うく下が回ってない、危うくなってきますんで、一応羽休めをしておきます。あー、オッケーオッケーオッケー、えらい動いてくれました。今回技がテラバーストワンウェポンなんですけど、テラスタルをするとね、タイプが変えることができるということで、積んでからのワンウェポンっていうポケモンに持たせやすいいい技ですよね。まあ、ただ今回フェアリーテラスタルなので、どっちにしろブロロロームには半減以下ということで、まあどちらにせよ今回はあれかな、ノーマルで打つことになりそうですね。まあ、しかもノコッチのいいところはもともとあのノーマルタイプなので、普通にテラスタルせずに打つとあのタイプ1技にもなるということで、結構テラバーストは無駄なく強いなという印象があります。まあ、じゃあ6積みしちゃおうか。はい、まあ急所に当たらず偉い。しかも結構まあひるみされてるんで、確率としては全然ね、あの動けないってなってもおかしくない状況が続いてますけど、よく動いてくれてます。欲を言うならここ羽休み打ちたいけどね。まあ一回テラバスト打っちゃうか。ここお、ここで引っ込めた。ちょうど噛み合ったな、マスカーニャ。お、急所狙いに切り替えてる。じゃあちょうど打ってよかった。あー、体がしびれて動けない。タイミングひえー。まあ、ただテラバーストはもう動けたらマスカーニ一撃で吹っ飛ばせるので、ここはもうテラバースト、トリクラは当然変幻自在で草タイプになります。今作は変幻自在という特性がちょっと弱体化を食らったらしく、あれですね、1回しかタイプが変えられないというふうに聞いてます。体がしびれて動けない、マジか。いや、ここは羽行こう。もう一発トリクラは耐えるんで、次動いたらさすがに羽で耐久に入った方がいい。そうですね、この体力で後ろ相手できないので、ちゃんと羽で耐久しに行こう。 OK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  間に合ってる。変な汗かくねこれよかったよかった。よし、まあ、ここ一回羽打ってたら次のブロロロームに対しても大丈夫なぐらいの体力残るかな。ここはちゃんとテラバーストで落としに行きます。うん、この体力なら大丈夫。ここで動くかどうかが大事なとこだ。あマジかー、これこれ動けないのきつい。さすがにこのトリックフラワーは耐えないですね。いやー悔しい、全然勝てる試合なのにな。結局ブロロロームも温存されちゃいましたね。あとどう1体で後ろの2体を相手できる可能性が十分にあるので、マスカーニに対してはヘイラッシャーで相手するしかない。これテラスタイプ変えてくればよかったんですけど、ごめんなさい、育成テラスタイプを変える余裕がなかった。もう正面から受けちゃいますねこれので、もう地割れ打たないとダメか。
一応眠るからの寝言とかで耐久しながら命の玉のダメージ稼ぎつつ、最後ドオの地震でマスカーに持ってけるラインまで削るっていう手もあるな。まあ、それならダイビングでも一緒か。ダイビング行くか。マスカーニャを1対1で倒すっていうのはちょっと無理がある。まあ、ただここで食べ残しの回数を2回稼ぎつつ相手を削りつつという動きになるので、まあ、悪くはないというか、ヘイラ社硬すぎないか命の玉1致トリックフラワーこんな耐久で耐えるの。トリックフラワーはい一応受けてくれるんだ。ダイビング惜しい惜しいな。あと命の玉のダメージ2回はいるか。けどなんかもう1回ぐらい耐えちゃいそうな印象のある体力になってきたな。じゃあここ1回耐えたら美味しいということで眠ろうそう。これ嘘でしょ、マジで耐えるのヘイラッシャーすげえなこのポケモンいくらなんでも硬い。あというかマスカーニャ倒れてる。いや残っちが頑張ってくれた。眠る相手からするとこれは絶望的な眠るなんじゃないか。もう後ろの2体どちらでも突破できないですもんね。ブロロロームで何度積もうが特性天然です。もちろんブロロロームの正面からの攻撃で倒れるようなポケモンではないので、もうこっから倒れるプランはないですね。いや眠る覚えさせておいてよかった。あただ風船なので一度これダイビングを出さないといけないのか寝言で。ギアチェンジ、まあこれね、そのまだポケモン発売したばっかりなんでヘイラッシャーの特性なんて覚えてられるかっていう話ですよねこれ天然なんですよね実はね。まあ、ということでなんか本当にエクストリーム生拳という感じがしますね。もうなんか強すぎないいくらなんでも地割れ、はい、まあ、効果ないですがダイビングで割れるので問題ありません。まあ、寝言の PP ここを別に温存してもいいけど、まあ、でも別にいいか寝言打っちゃって。はい、ブロロロームの攻撃素早さ2段階上がる。めちゃくちゃ強い積み技なんでね、結構ブロロローム相手のパーティーに入ってるのを見ますね。ギアチェンジがやっぱ強いんだな。もともと攻撃取得値もね、あの悪くないポケモンなので、やっとギアチェンジをしっかり使えるポケモンが現れたなという感じもしますね。ここテラスタル切ってもよかった。なんなら別に切っても切らなくても負けないんですよね。もうこの展開絶対負けないっていうのが分かってるので別に大丈夫だ切ろうが切れまいが。はい、ということで一度風船を割ってしまえばこちらのものかな。あ、ただ僕も新ポケモンに対してまだあの深く研究できてるわけじゃないので、なんかあれですね、あのこっちの特性貫通ができるような技を持ってたりとか、なんかそういうのも予想できなくはないんだけど。あ、水テラスタル、あ、本来のテラスタルタイプと変えてますね。これで炎とか地面とかに対して強くなれるので、めちゃくちゃ考えてしっかりテラスタイプ作ってる。すげえ、テラスタイプ変えるの大変なんですよね今作のでなかなか僕間に合ってないんですけど、それがしっかり追いついてる素晴らしい。はい、ということで相手の風船を割ることに成功しました。こっからダイビングで削っていくのはもう得策じゃなさそうなので地割れ連打でいきます。ダストシュート、いや積んだと思うじゃん。あ、でもそれでも通ってる方よ。味割れ当たってる一発で当たっちゃいましたね。まあただもうこれダストシュート何回打たれようが、もう眠猫が永遠に間に合っていたので、まあ負けようはなかったかな。うん、ということでもう食べ残しの回復量も入って、あとはあれだけですからね、オーロンゲだけですからね。挑発がないというところを見ても、まあ、後ろに銅王がいるというのを見ても、まあ負ける要素はないかなと。はい、まあ、一応オロンギにはもう地割れあと7回打ち続けられるぐらいのポテンシャルはありますからね、このポケモン。ゴーさんが選ばれました。はい、ヘイラッシャー強かった、対戦ありがとうございました。すげえいいポケモンだ、なんて強いんだ。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。今回のパーティーは4勝0敗でした。強かった。このヘイラッシャーというポケモン、他にね新しいポケモンがいまして、そのポケモンとセットでダブルバトルで使うというところに注目されていたポケモンなんですけど、僕はいやシングルでも強いんじゃないかと、むしろシングルの方が強いんじゃないっていう風に思っていて結構注目していたんですけど、それがドンピシャで当たって良かったなという気持ちでいます。テラストルが非常に自分の能力値を上げる、いわゆる積み技と相性がいいんですよね。それこそパルシェンとかもそうですし、竜の舞をするドラゴンタイプ全般
般、剣の舞をするガブリアスだとか、新ポケモンで言うとセグレイブとか、あとハルクジラとかもそうですかね。他にも新しい御三家のウェーニバルなどなど、炭物理アタッカーみたいな、そういう印象のポケモンがすごく多いなと思っていて、そこに対してヘイラッシャー全員に刺さるなというふうに思っていたので、持ってきたんですけど、もう、とにかく強かったですし、もうなんか僕がね、ことさら言うまでもなく、まあ、今後使われていくポケモンなのかなという感じはしました。いやー、まあ僕は一応マイナー扱いというふうに名乗らせてもらってて、今のところいろんな方の対戦動画とか見てね、ヘイラッシャー一回も使われてるの見なかったんで、もうじゃあヘイラッシャー自分が使うかというふうで、ちょうどね、自分にとって都合がいいなというふうに使ったんですけど、もうなんかパワーしか感じなかった。むしろほど強いので、もしかしたら未来のメジャーポケモンかもしれないけど、でもマイナーポケモン使いにとっては一番名誉なことなんじゃないかな。最初はマイナーって言われてたけど、自分がちゃんとそこから可能性を見出したポケモン発掘して、それが実は強いということが分かってきて、みんなにこう使われるようになっていくみたいなのは、マイナー扱いとしては一つの名誉だと思うので、結構僕は自信満々に強いよと言えますし、結構このポケモンに注目した自分偉いぞと、今日は褒めてあげたいなというふうに思っています。ヘイラッシャーは今回覚えさせた技以外にも、あくびとかね、耐久ポケモンが持っておいてほしい技を一定数覚えるので、技的にもかなり優秀です。あと、ナムコ節同様に水浸しも覚えるんですよね。マジで本当に強い。一撃必殺技を持っているナムコ節以上の耐久が弱いわけもなく、まあナムコ節と違うところは自己再生がないところなんでね、眠寝後に技を2枠割いてるところがちょっと不器用なんですけど、それを補ってあまりあるパワーを感じました。今回一番上の技ダイビングにしましたけど、ダイビングで良かったっていう試合はね、今回あったんですけど、ダイビングじゃない方が良かったなっていう試合も今後出てくるかもしれません。このダイビングという技にめちゃくちゃパワーを感じたわけではないので、ここはちょっと交換の余地もあるかなという感じです。でも別に決して間違いでもない、そういう印象。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。いやー、ポケモンスカーレットバイオレット、いやー本当に発売おめでとうございます。制作者の皆さん、制作お疲れ様でしたという気持ちで言いますどっから目線やねんという話なんですけど、一ファンなんですけど、本当に制作していただいてありがとうございますという気持ちで言います。もう一人のポケモンファンとしてずっと待ってましたと、そう言わせてほしいですね。で、ストーリーのネタバレとかは言えないんですけど、もう本当にね、僕はスカーレットなんですけど、コライドに乗って世界を駆け回ってるだけで本当に幸せなゲームですね。めちゃくちゃ楽しい。もう世界にいろんなこうポケモンが生きていて、なんかそのポケモンの親がいて、その周りに子供がこうね並んでたりとかして、一家の家族みたいなのがあったりとか、なんかそういうこの世界の中にポケモンが生きてるっていうのが、よりこう剣盾の時よりもこうリアルになったなという感じがするんですよね。よりオープンワールドになったっていうのもそうだし、全てシンボルエンカウントになったというのもそうですし、あとそうですね、本当にこう影がリアルになったというか、ポケモンの質感がリアルになりましたよね。剣盾の頃はその今までのポケモンのこうちょっとイラストベースというか、立体ベースというよりもイラストベースのポケモンがでもこう 3D で動くっていう、そういう印象のあるちょっとねデフォルメの効いたデザインだったんですけど、今作は本当にポケモンのちょっと専門用語的な感じで言うとテクスチャーっていうんですかね、肌の質感とか鱗の感じとか、そういうのがすごくリアルになったので、もう本当に世界を旅してるだけでそのポケモンがあそこにいるんだという感じが、もうどんどんこう実感が湧いてくるゲームというか、そこを自分が自由に駆け回れるっていうのはもう自分がずっと見たかったゲームそのものだなというふうに思っていて、僕が子供の頃、まあ特に今年は僕がポケモンに触れ始めてちょうど20年の年なんですけど、まあ20年前の僕にいつかポケモンでこんな世界を駆け回れる日が来るよと、でその日まで自分はポケモンのことがずっと好きでもうずっと遊んでるよというふうになんか教えてあげたくなってしまうような、なんかそういう本当にやっていて胸がいっぱいになるタイトルでございました。もちろんね、今作ちょっとここを直してほしいなって思うとこまだあって、ただ剣盾の頃も多分初期はあったんですよ、思い出せないけど思い出せないけど多分あったんですよ。ということで今作のね、こここうしてっていうところはもうたくさん最作側の方にもね要望がいってると思いますし、今いい時代なので、後からいろんなねこうパッチとかが発行されてどんどんゲームが良くなっていくという時代なので、今は気長にもうただただこの世界をたくさん楽しむ一人の人間でありたいなというふうに思っています。ちょっとね、育成とかが剣盾よりも現状の当たり前っちゃ当たり前なんですけど、剣盾も鎧のこと冠の雪原ってなるにつれてどんどん育成が簡単になっていったので、一番最初の段階でそれ以上を求めるというのはちょっと違うっちゃ違うんですけど、現状剣盾に比べると育成が非常に大変というのがありますので、動画の投稿ペース的に毎日投稿というのをなるべく頑張りたいと思っていますが、その限りでなかったらごめんなさいという感じですね。もしくは毎日投稿はできるけど、試合を何試合も取ってこの中からいい試合を取るっていう、そのいわゆる試合厳選というものがしづらくなっていくかもしれないので、うまくいった試合もそうでない試合も動画になるかもしれませんが、今回はうまくいかなかったなっていうのも、まずそこも含めて皆さんに楽しんでいただけたら、まあ、それはそれで一つ嬉しいなというふうに思っております。いやもうポケモンスカーレットバイオレットのいいところを語り出したら、僕はもう早口で朝まで語れちゃうんですけど、いや本当に好きなんだ。でもそれはね、多分これを見てくださってる皆さんもポケモンスカーレットバイオレット実際に触れたよっていう方が多いと思いますし、まだ触れてない
よという方もね、コメントでよく受験生なのでまだ買えなくて、あの動画だけ見て楽しませてもらいますっていうコメントもちょいちょいいただくんですけど、そういう方もぜひいつか手に取って遊んでみてほしいなと。これはね、人のプレイをするよりも自分で世界を駆け回った方がもう圧倒的に楽しいので、本当にその没入感というかね、自分がそこにいるっていう感覚は自分でコントローラーを手に取る以外に味わえるものではないので、ぜひぜひ皆さんでね、手元にいつか買ってこのパルデアの世界を楽しんでいただけたらなというふうに思います。で、個人的にはその新しいポケモンのデザインも僕本当に大好きで、パルデアの新ポケモンみんないいなーっていうふうに思ってるんですけど、ただみんないいなって思ってるがばかりに、ちょっとネタバレもなるべく避けたいというか、皆さんに初めて自分のプレイでその画面で見てほしいというふうにも考えているんですけど、まあ、どうしてもやっぱ対戦動画を撮る都合上、あの相手の方のねパーティーに制限をかけまくるっていうのも、あのお相手がいなくなっちゃうので、それをやりすぎるとある程度そのネタバレ、例えば御三家ポケモンの最新進化とかね、あのごめんなさい神々で、そういうところとか、ある程度新ポケモンが登場する動画でないと何のためのスカーレット・バイオレットの動画なんだっていうふうにもなっていってしまうので、まあ、ちょっとその塩梅とかは僕の中で模索しながらという感じになりますが、まあ、今回はストーリーの進行上必ず出会うことになるということで、まあ一度見た方も多いのかなということで、今回ヘイラッシャーを使わせていただきました。まだ出会ってないという方はごめんなさいね。ただストーリーのどこで出会うかというのはぜひ楽しみにしていただけたらというふうに思います。こうパルデアの世界が本当にリアルなのって、こう天候が突然変わったりするんですよね。今僕がこうやって後語りをしてる間に、放置してる画面の間に、まあ、雨が降り始めちゃったりして、今雨の音とかが入っているかなというふうに思うんですけど、そういうところとかも、あの突然天候が変わったりとか、そういうこう表情が変わっていくのも本当に、あなんかザ世界って感じがするなということで、よりなんかね、どんどん没入感が増していきますね。まあ、なんかあの後ろでヘイラッシャーが回ったりしてますけども。いや本当にこうやって自分の推しポケモンをね、こんなリアルな形で釣り歩きもできるということで、チャーレムも釣り歩きができるんですよ今作。嬉しすぎる。ちょっとチャーレムもやるか。もう何回もやってるんですけど、はい、チャーレムもこうやってボールから出すと出てきてくれるんですね。かわいい。いやもう本当にかわいいしかっこいいし、僕のもう推しなんですけど、まさにもう最高の最高の相棒ですね。3年間待ってたよチャーレム、こんな。いや別に私にとって3年間とか知りませんけどという顔してますけど、僕にとっては3年って長かったんです。本当に、いやここまで本当に長かったなと思いつつ、今こうやってチャーレムと戦えることが本当に嬉しいですね。あでもなんかチャーレムも喜んでる気がする。ただこうやってボールから出してしばらく放置すると寝ます。かわいい。いやーもうダメだ。推しを前にすると語彙力がなくなるということで、今日はスヤスヤしているチャーレムを見ながら終わろうかな。いやだ、ポケモンスカーレット・バイオレット最初の動画でしたけど、4連勝から始まることもでき、ちょっと今作は頑張れそうかもといういい兆しの中始められて、僕としては非常に満足で嬉しい気持ちでいます。皆さんのパルデアのライフもこれからどんどん楽しいものでありますようにというふうに祈っております。まだまだこのゲーム本当に始まったばっかり、これからもしこのゲームが3年間続くとして、だとするとまだ最初の1週間とかって本当にその歴史の最初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 の 0.00 何パーセント、もう本当に 1% にも満たないぐらいの短い歴史しかまだないので、このゲームにはこのゲームの良し悪しというのはまだ語らず、お互い世界が新しく変わったねっていう風に盛り上がれる、そういう時間であれば嬉しいなという風に思います。これ以降の動画も11月の間は試合の前にこういうポケモンのネタバレがありますというのを注意書きしながら動画投稿していきますので、皆さんがこれから動画を見る際、あるいは皆さんが誰かにね、あの僕の動画をおすすめしてくださる際にも、ここまでご自分のゲームの進行状況に合わせて試合を見る見ないというふうにこう選択しながら見ていただけるのが一番楽しいのかなというふうに思っております。ということで名残はつきませんが、1回目の動画終わろうかな。いや本当に楽しかったな。今月はね、なるべく毎日投稿という形を続けたいと思っておりますので、また次回の動画でも皆さんお会いしましょう。ということで、もしよかったらチャンネル登録とかしてお待ちいただけたらとっても嬉しく思います。それではまた次回、お相手はインゲンでした。バイバーイ。